2017年11月から阿蘇市もふるさと納税制度阿蘇市ふるさと応援寄付金がスタート。阿蘇市にはもともと阿蘇環境共生基金という事業があり、これまで環境保護や草原再生を中心に寄付金が活用されてきましたが、2017年11月から新たにふるさと応援寄付金事業をスタートさせ、返礼品付きのふるさと納税を取り入れています。熊本地震以降、JR の寸断であったり国道の寸断ということで観光客等の入り込み者数が減ってきたということで、商業施設のですね、なかなか売り上げが伸びない、また阿蘇の特産品が売れていかないという状況になっておりましたので、お客様が来れなくて、特産品が売れないのであれば、ふるさと納税を活用してですね、阿蘇のいい特産品を全国に紹介をして、少しでも阿蘇市のですね、経済効果を生んでいこうということがきっかけで、返礼品付きのふるさと納税に取り組んだという状況です。ふるさと納税を始めるにあたり、何を返礼品とするか、その時に軸となったのは、振興と観光のブランド、ゼント、阿蘇の特産品を扱うインターネットショップ、アソモでした。ゼンという取り組みにつきましては、阿蘇でブランドを作ろうという形で、阿蘇のですね、人物等にスポットを当てた形で、ゼンという取り組みをしております。それともう一つ、アソモに関しましては、阿蘇市の方からテレワークセンターというところに委託しまして、インターネットショッピング、アソモという形で、これまでですね、阿蘇の特産品を物産していただいてたという経緯がございましたので、そちらと相談の中でですね、返礼品を作ってきてたという状況になっております。特にですね、アソモさんの方は、熊本地震以降、阿蘇の復興支援セットという形でですね、地震以降ネットインターネットショッピングで販売をされておりまして、非常に好評だったということもございましたので、自信を持ってですね、おすすめができる返礼品になっているかと思っております。返礼品の一部をご紹介します。アソミルク、数々の国際コンクールにも輝いた、世界が絶賛する自然な甘さが特徴のミルクです。野菜、お米、豊富な地下水や寒暖差の激しい阿蘇で育った原農薬など、それぞれの生産者の思いの詰まったお米を食べ比べることもできます。赤牛オーナー制度、草原で放牧される赤牛のオーナーになることで、5年間にわたり赤牛肉の詰め合わせを合計20回お届けします。他にも阿蘇の大自然を活用したパラグライダーなどのアクティビティや、期間限定のクリスマスケーキなど、阿蘇市の魅力が詰まったバラエティ豊かな返礼品が揃っています。熊本地震以降ですね、観光客の方、激減しておりましたが、ここ数年、中岳の火口の再開であったりとか、いう形で明るい話題もございまして、少しずつではありますけど、観光客の方が少し戻ってきている状況になっているのかなと、気がしております。またこれからは国道57号線に変わります二重の峠トンネル、2020年には二重の峠トンネルも開通しますので、このふるさと納税制度を活用してですね、2020年のトンネル開通後にいらっしゃいますお客様の、受け入れ体制整備をできるだけやっていきたいと、2020年、お客様が来られた時には阿蘇はいいとこだなという形になってもらえるように、使っていきたいと考えております。あなたのふるさと納税が阿蘇市の活力となり、地域の復興へとつながります。ふるさと納税はぜひ阿蘇市へ。